セプティックフレッシュはギリシャ出身のエクストリームメタルバンド。バンド名については1990年から2003年の活動休止前まではセプテックフレッシュと2語で綴られたが再結成後からはセプテックフレッシュと1語へと変更された。ただしこの変更にはあまり深い意味はないのだという。シンフォニーが特徴のゴシック系デスメタルグループの一つ。 一度解散したが、ファンの要望により2007年に再結成を果たした。1990年、アントニオ兄弟とクリストス・アントニオによって、ギリシャで結成される。翌年、EP、テンプル・オブ・ザ・ロスとレースを発表。その後もいくつかのアルバムを発表し、名声を高めるが、2003年に、シックス・アルバム、スメリアン・ディーモンズをリリースしバンドは、解散を宣言する。 ファンの要望に応え、2007年にギリシアで開催されたロックフェスメタルヒーリングフェスティバルで再結成。レーベルシーズンオブミストと契約を交わす。2008年セブンスアルバムコミュニオンをリリース。2014年ナインスアルバムタイタンをリリース。2月には初来日を果たした。2017年節目のテンスアルバムコーデックスオメガをリリース。 ペンデレツキやストラビンスキー、クセナキスなどの現代作曲家や、エディオット・ゴールデンサール、ハンス・ジマーなどの映画音楽の作曲家から影響を受けているという。メタルバンドに関しては、アイアン・ウイデンからメロディアスな構成を、モービット・エンジェルから、ブラスト・ビートを、ケルティック・フロストからメタルにクラシックを取り込んでいく姿勢を、ですから複雑な曲構成とアレンジを、パラダイス・ロストから、 ゴシックな要素を学んできた、と語っている。ありがとうございます。